J-WAVE WOW MUSIC、 本日はスーパービーバーのギター柳沢亮太さんをお迎えしています。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。スーパービーバーギターの柳沢です。はい、お願いします。まあ、柳さんとは一回違う対談でじっくり話してはいるんですが、まあ、そこから状況も時間も経って変わって、はい、まあ、このコロナを挟んでですね、まあ、まだ渦中ですけど、曲作りやライブのやり方も結構変わってお互い生きてると思うんで、その辺の葛藤とかむしろ発見があったこととかでもお話ししていければと思っております。はい、お願いします。お願いします。まあ、でもお互いそれこそ以前2人で話させてもらってから、こういうメディアというかで話させてもらってから圧倒的に変わったのは、マカロニもメジャーデビューして、そうですね、で我々も2020年の4月にメジャー再契約っていうのをして、まあその、まあ、世間的なこともそうだけど、まあ、昨今の状況もそうだけど、単純にバンドとしてもいろいろ環境は変わったかなと思うけど、ね、そういう意味ではそれこそマカロニ結構ハイペースで曲出してるでしょ。出してますね。はい、そこら辺はどうなの、そのずっとストックしてるのか、うんうん、それともいろいろとこうね、お話もあるだろうし、はい、こういった CM がとかいろんな話が来るたびに作ってるのかっていうのはちょっと気になってはいました。今言ったのだと後者ですね。一から作り始めるっていう、撮っとくっていうことってなんかできなくて、例えばサビをボイスメモで録音とかは結構頻繁にやるんですよ、とかギターのリフにできそうなフレーズとかメモるんですけど、結局なんか後でそれを使おうってその時にはもうあんまりなってなくて、やっぱその時に一からメロディーを作りたいなみたいな。でもそれ個人的にはすごくよく分かるというか、俺ももともとは全然そのストックみたいなのがないというか、やっぱ日々ずっと、まあ、去年2020年はなかなか難しかったけど、そのライブを常にやっていたから、うん、で、まあ、そのインディーでやってた時は割と自分たち自身で、まあ、ここら辺でリリースがしたいとか、はい、このリリースをしてだからツアーを回りたいとか、はい、割とそっちが念頭にあったから、じゃあいつ頃に作ろうっていうのを決めてから一気にそこに向けて曲を作っていくっていう感じだったんだけど、なんかそこで初めてメンバーだったり身近なスタッフの方だったりとかと会話をして、今どういうモードでいるんだろうとか、何を自分は考えてんだろうとか、ビーバーとして何が歌いたいんだろうっていうことをようやくちゃんと整理するっていうか、でスーパービーバーの場合はだけどやっぱりボーカリストの歌を届けたいとか言葉を届けたいっていうのがすごく、まあ、一番にあるから、その曲作るにしても何を歌いたいかっていうことが固まらないと曲になってこないというか、でその一方でマカロニの楽曲ってやっぱこの音楽的にもすごくいろんなチャレンジをしてるように聞こえるし、アレンジもすごく楽しんでるように感じるから、なんかそのセッション性みたいなとこから浮かんできたりとかするのかなと思いつつ、でもこんだけのハイペースだとやっぱりその根幹にある曲と歌詞みたいのがやっぱりないと結構大変だよなと思うから、そのどういう風に作ってんだろうと思ったんだけど、もともとは言葉が先に出てくるの、それともメロディーを先に作ってから歌詞を乗っけるのかとかっていう順番で言うと、服部はどういう作り方をするのが多いの？僕の場合は圧倒的に詞が後でメロディーとか曲のなんか骨組みが先っていう、あの宅録でアレンジが先って場合もありますね。イントロを作って、OK を作って、そこにメロディーを乗せて、作ってやり方も最後に歌詞を入る。でもそれは結構最近はあんまりしてなくて、やっぱセッションライクで生まれるものが一番バンドとしても鮮度が高いし、俺のすごくパーソナルなものになってしまわないっていう。なるほど、バンドとしての空気感としての。そう。だからそういう作り方にだんだんシフトしてますね。なんならスタジオ入ってサビを歌って、その場でその場で曲の背骨を作るって。今の話で言うと、はい、ともするとまだメモ書きと自分の頭だけにあるメロディーをスタジオで初めてみんなの前で披露するっていうこともある、うん、はい、ってことだよね。はいはい、ありますね。めちゃくちゃ緊張しない？恥ずかしいです。恥ずかしいよね。だからちょっと雑にやっちゃう悪い癖があって、聞いてほしいんだけどちょっと照れがあったりして、そのデモで聞かせる時とそのものすごく裸のまんまでは聞かせる時の違いっていうのは、まあもちろん時間とかもあるとは思うけど、デモを作る時間がなかったとか、そうじゃなかった場合って何か違いとかってある？思い入れが強いかどうかですよね。だからもう卓録をしちゃう方、
もうがっちり固めてデモとして作り上げて出す時はもう自分のもの感が強いんです、所有感が。だからバンドでやろうって今から言ってんのに、自分が考えたギターフレーズじゃないフレーズをちょっと例えばギターのよっちゃんが気を利かしてやったりすると違うって言い方をよくしちゃってたんですよ当時は。はいはいはい、はい、違うことなんてないの。はい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 、はい、でもこう弾き語りであったり本当最小限のアレンジで投げた時は違うが一個もないんですよ。そうだよね、それもいいかもとか、なんなら俺の今まで思ってたものの方が違ったかもとか、自分を否定できたのはやっぱりタクロックじゃないバンドアレンジでやるようになってきてからなんで。柳さんは打ち込みもされますよね自分で、うん、するけど、まあ、ボーカリストじゃないっていうのも大前提にあるんだけど、せめて自分の中で0から1になったそのイメージみたいなものをメンバーに聞かせるときに取りこぼしなく伝えたいって思っちゃうんだよね、うん、だからそのアコギで俺がもしメンバーにスタジオの前スタジオに入った時にこうやって歌った時に、はい、まあ、自分の歌の拙さとかが理由でめちゃくちゃここがいいのにこれが伝わりきらなかったとかっていう可能性がすごくやっぱり俺は嫌で、うん、でその曲が実際にバンドでアレンジをして作品に形にしていこうって必ずしも全曲がなるかどうかは分からないんだけど、なんか根本的にまず自分自身が感動するかどうか、うん、でまずは一番近くにいるメンバーがいい曲だねって言ってくれるのってやっぱ最高に嬉しいなって未だにずっと思っていて、うん、それはもうスタッフチームもそうなんだけど、はい、そのせめて最初に聴かせる時は自分の中にある最高だなって思った感動が同じように伝わってほしいなっていう気持ちが強くて、でそれを受けた上でいやでももうちょっとなんかあるんじゃないって意見もあるかもしれないけど、なんかせめてっていうなんか俺の中でのなんかこうあるから一応デモとして、まあ、打ち込みまでやってコーラスとか入れて外に聞かせるわけじゃないのに拙いこうバランスとかを調整してやります、どの形が一番いいんだろう、パン振りもちょっと ちょっとこうしたりして広めにちょっと狭めにとかもこだわったり、そうなんかそういうことはするから、そのデモは作って打ち込むって言ってもそんな高度なことはやってないけど、そういう状態まではしたいと思ってるかな。そうだ、その上でもともとはやっぱりスタジオに入ってそれを元に、うん、俺もその一応こういうイメージっていうパターンとか伝えるけどリズムアプローチも全然違うものをまずぶっ込んでもらって、うん、ベースのフレーズとか、だから俺もフレーズが思いつかないから、うん、ベースのフレーズはうちの上杉に任せて、ドラムのパターンは藤原に任せて、うん、ってやった時に最初からビターってハマる時もあるし、いや面白いですねそういう時は、何が起きてる今みたいな、どうしてそうなってる今っていう時もあるんだけど、個性がその自分のデモに入ってきた時ですよねメンバーの。でもそれがやっぱすごい楽しいとは思うかな。でそこから結構なんか足したり引いたりを繰り返して、うん、でそういう時にうちのブーヤンは、あの僕らの渋谷は基本的にあまり介入してこなくて、その瞬間では、でメンバーがこれだって思ったタイミングぐらいでブーヤンがファッてきてむっちゃいいっていう時もあれば、迷ってるでしょこれっていうのがバレる時もあるし、だそこがやっぱ圧倒的にその歌い手と作り手が完全に分かれてる違いかなっていうのは思うんだけど、だそこら辺はだから発表とか難しいだろうなと思ってて、でも面白いですね、そうボーカリストっていう人がバンドの中に圧倒的にいるじゃないですか、うん、いやでもそうでしょう、いや僕はなんて言うんだろうな、演出家でもあるなって思ってて、うん、バンドというものの、そうそういう意味で言うと、いいボーカリストっていうのが本当に渋谷さんみたいな花を持ってる人であったり空気をかっさらっていく人であったり、だからそれこそオアシスのリアムなんかはもうレコーディングもノエルが書いた曲をその場でわーって読んで一発で終わって、もうサッカーしていいっつって、うん、おいってこいっつってやったって言って行っちゃうような、もう歌う時以外はバンドには俺はあんまり口出しはしないでみたいなスタンスなんですけど、なんかまさにこう渋谷さんもボーカリストだなって思うし、そうだね、やっぱり言葉に説得力もあるし、スーパービーバーに色が足されるのはやっぱ渋谷さんが入場してきた時だなってライブでも思うし、そういう渋谷さんがそのあんまりアレンジやなんやに言わないっていうのはなんか彼なりの意図もありそうですね。あ、まあそうだね、まあ流儀というかはあるかなと。もともとはやっぱりすごく真面目な人だと思うし、うん、決して破天荒な人じゃないし、うん、だからその分かんない、ボーカリストっていうものは定義できないとは思うけど、俺は
近くで見ていて渋谷龍太というボーカリストはどん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 ボーカリストになっていって、うん、なり続けてってるというか、なり続けてる。で俺は近くにいてもすごくかっこいいなと思うし、でもそれが正解じゃないですか、ね、年々かっこいいなとは思うから、それはでも彼すごいよ、裏にというかステージから降りても渋谷龍太だもんね、うん、なんかそれがやっぱりメンバーとしてもすごいなというか、ボーカリストでいうと、はい、まあ、渋谷さんももちろんかっこいいロックボーカリストですけど、まあ、最近でもずっとでもいいですけど、このボーカリストかっこいいって思ってるボーカリスト難しいと思いますよ。そう、まあ、シンガーソングライターでもいいですけど、歌を歌う人間として結構やっぱ思いつく人っていうのはたくさんいるから、うん、誰って一人はすごく難しいんだけど、うん、なんかでもさっき服部が言ってくれてたような、なんかこうパッとマイクを持った瞬間に空気を変えられる人だったりとか、その場を支配する人というか、はい、はやっぱりかっこいいなというか、うん、こうで歌う直前のワンブレスで客席のわーっていうのを下手したら止められるみたいな、うんうん、だからそういう何かを持ってるボーカリストっていうのはすごく憧れるなって、憧れてかっこいいなってずっと思ってるんだけど、最近だとそのアイナ・ジ・エンドの「誰誰誰」っていう楽曲の MV を最初見た時かな、はい、まあ、もちろんミュージックビデオだからっていうのもあるかも分かんないんだけど、表現の仕方というか、その表現だったりとか表情であったりとかの持ってる幅みたいのがものすごく広いなと思って、何がっていうよりも、例えばミュージックビデオ1本も必ずしも全てのミュージックビデオを1から10まで全部見切るかっていうとわからないけど、初めて見た時に1から10まで見ちゃった自分がいて、でその後なんかこうライブ映像みたいなのとかもその楽曲が上がっていたりとかっていうのも見させてもらったりとかしたんだけど、やっぱりなんか空気をすごくその人にするというか、視線をちゃんとステージに持っていくっていうか、注目させるというか、ビジョンじゃなくてステージの生身を見たくなる感じ、あーこっちじゃなくて遠くてちっちゃいけど歌ってる本人を見たいっていう、それをまあすごく最近ふと思い出したので言うと、そのアイナ・ジ・エンドさんのその曲と、まあ彼女自体にはすごく感じたかな。ではスーパービーバーの楽曲についてちょっとありがとうございます、伺っていきたいんですけども、はい、まあ、僕が好きな曲をちょっと、うん、まあ、選ばせていただいて、はい、やはり、まあ、100人に聞いたら全員が言うであろうライブバンドだと、うん、ありがとうございます。スーパービーバーは、はい、で音源もまたこうライブ感が全開に出てる音なんですよね、だからその相違がないっていうライブと、うんうん、そこがすごいイヤホンで聞いててもライブを恋しく思えるっていう、うんうん、ライブに戻れるっていう、まあ、でもライブで掴んだからこその心、お客さんの心を掴んだからこそのそういう順番だと思うんですよ。ライブで聴いた曲を家帰ってもう一回聴こうって思えるバンドがやっぱライブバンドだと思ってて、確かに、ね、スーパービーバーは本当にそうだし、でその特に、まあ、結構セットリストでも常連の曲ではありますけど、照明っていう曲がすごく好きで、ありがとうございます。なんかこう思わず泣きそうになってしまう曲ってありますよね、うんうんうん、バラードでそうなるのと、うんうん、アッパーの曲でそうなるのって別で、うん、サンボマスタースーパービーバーはやっぱアッパーの曲でもそうなるんですよ、うんうん、で割とバラードで泣きメロを使っ泣きコード使ってちょっとグッと押せば、うんうん、割とこうグッと活かすのは簡単だったりいや簡単って言ったら語弊ありますけど、すごいこと言いますね、いや簡単、すごいこと言いますよ、違うな、あのアッパーで作る方が難しいよってことが言いたくて、うんうん、僕はできないんですよ、自分の曲でも洗濯機と君とラジオとか、スーパーノバとかありますけど、アッパーでグッとさせたくて作ってるんですけど、あれでもすごいそうじゃない、いやでもほろりはないというか、うん、照明どういう感じでやっぱあの作ったのかなっていうのは、やっぱその同じ曲を作る人間として作る順番、コードが先なのか歌いながらなのか、あのサビがめちゃくちゃこううわってなるっていうか、照明はでもちょっと、まあ、その他の楽曲に比べて成り立ちとしては少し特殊で、うん、ちょうど2014年に俺体調悪くして入院してた時期があって、うん、
で、結果としては2ヶ月バンドから離れて1ヶ月入院してて、もう1ヶ月その体力を回復させたりとかするので、バンドから離れてたんだけど、その間、まあ、サポートギタリストとかも招いて、でライブを一本も止めないでいてくれて、バンドがで決まっていたライブは基本的にずっとこうサポートのギタリストと一緒にライブをやってくれてる中で、まあその体調も、入院して割とまあ1週間ぐらい経ったらすごく落ち着いて、で感情って気持ち的にもすごく落ち着いてきた時に、すごくいろんなことを考えて改めて、まあ、そのそれこそ自分とはとか、人間とはじゃないけど、メンバーとも会ってない、会ってなく、のスタッフとも会ってない一人の、うん、そうで病室でいろんなことを考えている時に、すごくこうやっぱりサポートで自分の代わりにギターを弾いてくれて、ライブを止めないでいてくれてる、そこの感謝も大前提でありつつ、うん、やっぱり自分というこの個、はい、個体という、個体っていう言い方はあえてするけど、はい、自分という個体ってやっぱここにしかないっていうことをすごく感じて、その精神的な概念とか意思、こういう気持ちを受け継ぐとかっていったことっていうのは、例えば自分がそういう状況だった時はサポートギターのそれぞれの人たちがやっぱ柳の気持ちをとかバンドの思いをしっかりこう表現できるようにってやっててくれたんだけど、それもすごく最高に嬉しくって、同時に俺って本当にやっぱここにしかいないんだなっていうことをすごく感じた時間でもあって、でそれを歌にしたいなって思ったのがきっかけだったんで、まあ、ちょっとその音だけだと分かりにくいんだけど、その時に初めてその一人っていうことの概念についてすごく考えて、うん、その後結構出てきますね、ビーバーの歌詞では、うん、そうで俺が今言ってたその 個としての一っていうのは、はい、一人と書く一人だなと思って、で精神的にというかやっぱりどことなく寂しかったりとか、うん、孤独感を感じるのってやっぱその独立の方の一人というか、うん、孤独の独ですね。で君は君しかいない、あなたはあなたしかいないって言われても代わりなんて他にいっぱいいるじゃないかって思ってしまうような気持ちって、やっぱりその孤独の方の一人というか、うん、そう思ってしまう気持ちもすごくあって、俺もこれまでにもすごくいっぱいあったんだけど、うん、その必要とされているかとか必要とされていないかとか以前に、はい、どう考えても俺という存在はやっぱここの これにしかいないっていうことを考えて、うん、そう考えた時にもっともっとなんかいろんなことを大切にしなきゃいけないことってめちゃくちゃいっぱいあるんじゃないかなとか、自分だからできること、自分だからやりたいと思えることとか、自分自身と向き合う時間みたいなものにすごくつながって、はあ、でそれでできたのが、まあ、この「照明」っていう楽曲で、でやっぱその個体としての一人であるからこそやっぱり服部とつながったりとか、服部と向き合うことができたりとか、逆に服部がと俺が喧嘩してそこでの寂しさを感じるとか、うん、やっぱその自分自身っていうものってやっぱりすごく全ての根源にあるなって思って作って、うん、でまあやっぱその病気みたいなこともあったから、やっぱ大げさなことがないとここまで感じることってやっぱなかなかないんだなっていうことを思って、かつ自分がそうなってから一発目にメンバーに送るデモだった、うわーそうなんですね、からこれはバンド全員で歌ってもらいたいなって思ったのが、そのサビでの、まあ、いわゆるパワーコーラスというか、みんなで同じラインを歌うっていうっていう気持ちをすごく込めて作った楽曲ではあった。ですごいパワーをやっぱ感じますよこれサビが。でやっぱそれは、まあ、いろんな状況もあったけど、メンバーもすごく感動というかすごく届いた、うわこれやっていこうって言ったんだけど、ブーヤンだけは冷静で、うん、すぐには返信を返してこなくて、へえ、という物語がなくなってもちゃんと表現できるようにフラットに聴きたいしフラットに歌いたいっていうのはすごくその当時から言って、うん、色眼鏡なしでっていうね。だからブーヤンだけは数日経ってから改めて聴いたけどいい曲だったっていう連絡があったような成り立ちの楽曲だったかな。だからすごく歌詞の書き方としてはすごくロジカルというか、なんか考えた、うん、ものすごく言葉をすごく考えたから勢いではないというか、ものすごく組み立てた、うん。81.3 FM
WOW MUSIC J-WAVE WOW MUSIC。 今月は私マカロニ鉛筆のボーカル服部がマンスリープレゼンターを担当しています。すごいと思ったアーティストスーパービーバーのギター柳沢亮太さんをお迎えしていますが、ここでは新曲愛しい人について伺ってみたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。またこれドラマーのタイアップソング、うんうん、書き下ろしという形でいいんですか。そうですね。これまた今までにないぐらい愛ってワードが曲の中に出てきてますよね。すごくストレートに愛を歌ってる、うん、これはまあどういう経緯でってざっくり聞かれるのは困るとは思うんですが、どんな思いですか。そうか、まあ、そのスーパービーバーとして明確にラブソングを久しぶりに作ったなっていう感覚はあって、うん、でもその愛っていうワードに関してはこれまでの楽曲でもまあそうは言っても使ってたというか、うん、でまあ愛について考えてみた楽曲っていうのは結構あるんだけど、まあ、もうちょっと一歩こう踏み込んだというか、うん、一歩近づいた、まあ、そのいわゆる恋愛というか、うん、そういった側面にフォーカス当てて曲を作りたいなっていうのをなんとなく漠然と思っていて、でそういったタイミングで今回こういうそのドラマの主題歌をぜひっていうお話を頂戴して、で、まあ、そのお話の内容が、まあ、そういったこう恋心みたいなものであったりとか、なんかちょっとこう女性の魂が男性に乗り移って、うん、表面上見ると男性と男性の関係がすごく描かれていくお話だったんだけど、なんかあこのタイミングでそういう、まあ、ラブソング書けるなと思って書き始めたのがスタートで、タイミング的にも結構マッチしてるんですね、うん、で今回はそのすごく楽曲の中に本性っていうワードがあるんだけど、本性ってすごく元来はネガティブなイメージの湧きやすいワードではあるかなとは思ってる、うん、本性を暴くって言い方しますもんね、うん、なんだけどそのまあお話ドラマのお話も含めてだけど、やっぱその表面上だけで成り立つものじゃないところというか、本当の性って書けますもんね。そうそうそう、例えばだからまあ今はいろんな形があると思うし、その恋愛だったりとかパートナーの在り方みたいなものも、なんかそういった意味で、うん、楽曲を書いていきたいなと思ったし、うん、その恋って、はい、その学生時代の時の彼女ができたとか、はい、あの時の感じとやっぱ今思うその好きになる人惹かれる人との関わり方ってやっぱちょっと変わってきてるかな、うん、変わってきますねっていう気はしていて、はい、一緒に帰れただけで嬉しかった時代ありましたね。もあったし、いやそれもそれですごく最高だし、うん、きっと今でも初めて一緒に帰った日は最高に楽しいんだと思うんだけど、初めて手をつないだとか、うん、でもまあ年を重ねていくにつれてきっとそれだけではなくて、ともすると大人になってから例えばお付き合いをする時って、うん、何歳まで付き合ってくださいって言うんだろうとかちょっと考えたりしたの。あそのきっかけをどっちが切り出すかってことですね。例えばその恋人同士である時もその学生の時ってやっぱりさ好きです付き合ってくださいっていうのって、いやまあやっぱ基本的にはさ、スタートにはあるでしょ、はい、でもなんかまあ二十歳を超えどんどん年を重ねていく最中で、必ずしもそういうことだけがスタートじゃない場合っていうのもきっといっぱいあるよなっていうのをなんかすごく思うようになってきて、でもなんかそれってただの恋心だけではなくて、なんかずっと一緒にいて気づいたらもう離れられなくなってるっていう信頼関係だったり、悪い言い方すると依存だったり、なんか本当にいろんな形にこう変化していくんじゃないかなっていうのを思っていて、でだからその決して一緒にいる恋人であったりパートナーも必ずしも好きだけではないはずというか、1から10まで全部好きなわけないじゃない、どんなに一緒にいたって。これは別に恋愛に限らずメンバーだってこのメンバーと一緒にバンドを頑張っていこうと思うけど、ちょっと腹立つことだってあるじゃん。あるからムカつくんですよね。ムカつく時点で好きの派生系なんですよね。だから例えばその、うん、そうだね、腹立てるってこと、両親とかもきっとそうなのかもしれないけど、そうですね、どんなに喧嘩をしてもどんなに自分の悪いところを見せてしまっても、うん、基本的には切れない縁だと思っている、うん、関係
ってやっぱりどんどん年を重ねると増えていくし、ともするとそれが怠慢になって本当に壊れてしまうことっていうのもきっとあるとは思うんだけど、なんかそういったところを歌いたいなと思って、だからすごく恋がスタートなんだけど、少しずつこうそれが愛なのかもしれないっていう呼び方に変わっていくような気持ちの変化みたいなものを今回は歌にしたいなと思ったのが愛しい人っていう。愛を歌う方がだんだん難しくなってくるというか、知らないうちは愛のことも歌えるんですけど、もらえばもらうほど俺が渡してきた愛は偽物だったかもとか、あと恋するって言い方はもう自分なんですよね、でも愛するは同じするがついても渡してったり包み込むものだから、より人として痛みを知ってる人じゃないと愛することってその切符って軽はずみではゲットできないような気がすごくしてて、でこの歌の中で、まあ、さっきも言ったどっから付き合ってくださいって言わなくなるんだとか、自然消滅って言葉は学生時代、最初から中学時代も、自然消滅したのとか平気で使ってたけど、自然発生って確かになかったなと思って、自然発生が多い恋や愛がそんなものを経験してきて、すごくそんな曖昧な愛の形をこの歌の中で、なんか味方っていう言い方をしてたんですよね、死ぬまで味方でいるっていう、これ以降あスーパービーバーが歌う愛の形は俺は味方だよっていう、その一言で済んだじゃんって俺も思ったんですよ、この歌詞を見た時に。まあ、いろんなみんなが要はこねくり回して愛を表現するけど、大体一言で済ますべきなんですよね。好きだと同じような感じで味方だよとか、だからすごいしてやられた感が。いやいやいや、でも、やっぱでも俺は、まあ、今回は楽曲でも言ってるけど、どうしてもやっぱその何が好きとかどこが好きっていうのはやっぱその一個を挙げ てくれって言われても、やっぱ一個一言ではやっぱ言えないなっていうのはすごく思うから。でもじゃあなんでこの関係は続くんだろうって思うと、やっぱり味方でありたいって思う気持ちってすごくこう 愛情に近いものなのかなとかっていうのはすごく思ったかな。なんかマカロニ鉛筆もなんかそのすごく愛というか、最近は歌えます、なんかそういった形のものをすごくいろんな視点から歌ってるように俺は感じてるんだけど、だからすごくなんか近いものを勝手に感じてしまっているんですよ。あの照明の話聞いてる時も、僕メレンゲって曲の中でもう空は飛べない一人ではっていう、その一人っていうのは一人ぼっちで飛ぶ必要がないと、こんだけ仲間が増えて信頼できる人が増えて、だから一人じゃ飛ぶのがもったいないっていう、でその孤独の方の一人と一人の方の一人と使い分けたりして歌ってるので、そこでもあ近い考えだなと思ったし、愛もやっぱり曖昧の愛というか、そういうところに見出す愛がすごい僕は好きだし、歌にするべきだと思うし、だから曖昧なものにこんだけ光をちゃんとこう照らしてくれると、この関係にモヤモヤを抱いてたり、あの時取りこぼした愛に一生後悔で持って執着してた人が心がすごい軽くなると思うんですよ、名前を付けてくれるっていうのは、だから僕がやりたいのはそれですね。でもすごいわかるなって思ったな。なんかやっぱりもう一人じゃね空飛べないって、もうこれまでというか、やっぱりネガティブな意味でも歌える言葉ではあったりとはすると思うんだけど、少しずつやっぱ変化してきて、俺も年を重ねるごとに嬉しいな、やっぱ年を重ねることっていいことだなと思うのって、やっぱりその経年の分だけ悲しいことだけじゃなくて嬉しいことの数も確実に増えていってるとは思っていて、共有できた楽しみだったりとか、それはやっぱライブとかをさせてもらったりとすごく感じるけど、やっぱり例えばバンドって、ね、メンバーだけの喜びみたいなものも多分にあったと思うんだけど、スタートした時っていうのは、なんかやっぱりいつからかその自分たち自身もそうだけど、自分たちの一個一個の活動を一緒になって喜んでくれる人がいるっていうことってものすごく幸せなことだし、で自分たちはそれをすごく受け取らせてもらってるばかりなようにも感じるけど、でも例えばこう CD を買ってくれたりとか、まあいろんなメディアで聞いてくれたりとか、
ライブ会場に足を運んでくれる人っていうのは、うん、やっぱり少なからず何かをもらいにも来てくれてると思うし、うん、受け取りに来てくれてると思うし、うん、逆にその何かを投げ返してくれてるとも思うし、はい、やっぱそれってすごく特別なことだなって思うし、そういうことを一つ一つを噛みしめるほどに、多分そのもう一人では飛べないっていう意味合いがすごく変わってくるんだろうなっていうのは、その服部の話を聞いてても思うし、なんか自分もそういう経験はすごくあるなって思うし、で学生の時もね、試合に負けて悔しい理由が自分が活躍できなかっただけだったはずなのに、気づいたらチームメイトとか最後の試合見に行くよって言ってくれた親の前で1点ぐらい決めたったなとか、そういう気持ちって大きな悔しさにもなるけど、同時に大きな喜びにもなるものだなと思うから、なんかそういうのってまあ愛みたいなものにつながってくるのかなっていうのは、独り占めしないで渡していくっていう、やっぱそれが楽しいよなっていうことになんか気づかせていただいてるなっていうのはすごく思うかな。ここではライブについてお伺いしたいです、はい、まあ、やっぱりライブバンドであるスーパービーバーですけども、ライブで心がけていることとかまあそんなのね、愚問だとは思いますよ、この質問記号には書いてありますけど。いやいやいや、まあ、もちろんこだわりとか、まあ、そういったルーティーンでもいいですし、なんかそういうでもそのブーヤンを筆頭にメンバーが口を揃えて、あえてというかしっかり言葉にもしてってるのは、やっぱり最新のライブが一番いいライブであるっていう、うん、にしたいし、するべきというか、そうであれっていうのはずっと思ってるし、そうしてきたつもりでいるし、やっぱそこは会場の規模だったりとか、なんかまあ例えばちょっとこう記念の何周年でしたとか、ちょっと初めて大きなところでやりましたとか、もちろん思い出としてはいっぱいあるけど、それがその日はそれまでで最高だったら、その次の日にやった対バンライブの方がやっぱりかっこいいライブであるべきだと思うし、うん、っていうのはずっと続けてきてるかな。唯一メンバーの声に出して、言葉に出して共有してることかなっていうのは思います、うん、比べるものでもないし、うん、全部にもうすごい愛しい思い出があるライブだとは思うんですけども、うん、なんか今までのライブで一番って聞き方もあんまり僕も好きじゃないんですけど、うん、特にパッと思いつく思い出に深いライブっていうか、光景とかでもいい、光景でもいいです。そうだね、まあ、本当にこの日のこれっていうのは基本的にないし、最近一番最近のライブがって思うけど、うん、ただ思い出としてすごく強烈に残ってるのは、初めて日本武道館のライブを発表したその瞬間、はあ、ツアーのファイナルで、そうだ、ZEP東京で発表したのかな、映像で発表したんだけど、いや、その武道館が必ずしも特別だとか、どこが必ずしも特別だっていう意味ではなくて、そのこれまでのスーパービーバーのライブでも、やっぱ一緒になって客席でこう歌ったりとか声を上げてっていうライブっていうのがすごくこう最高に楽しいなって時間だったんだけど、その発表したのがアンコールというか、本編が終わってアンコールを呼んでくれていた時に、その映像で発表したのね、はいはい、その時に楽曲が流れてれば、はい、ここで歌いたいとか、うん、あれをやりたいとかってきっとあると思うんだけど、ただのお知らせ事じゃない、そうですね、何かを発表するって、うん、お知らせ事の時にもちろん友達と一緒に来てる人たちもいっぱいいたと思うけど、うん、その場にいた人たちが、うん、パッて武道館だって気づいた瞬間に、みんなで一斉に声をバーンって上げたのね。で、俺はなんかよく言ってたのが、そのサッカーの点が入った瞬間みたいな瞬間を音楽ライブで生み出したいっていうのをずっと昔からなんか思ってて、よっちゃんと二人でご飯連れていただいた時もすげえそれ覚えてる、その話を、その話がすげえ恥ずかしい、いやいや、でもそれすげえ覚えてる、なんか予定調和じゃなく、ふわってなっちゃう、ふわってなっちゃう感じ、思わずの方ですよね、のがなんかそのこれはもうその光景がそこにあった時に、まさかそんなにみんなで声を揃って喜んでくれるんだな、やっぱりっていうか、それはなんかすごく嬉しかったかな。やっぱりそこからさらにその自分たちの音楽を好きだって言ってくれてる人のが喜んでくれる姿みたいな、喜んでくれる瞬間みたいなものって、もう全国各地で、もしくは今だったら家で
どこでもいいんだけど、とにかく1個でも多く増やしたいっていう気持ちは、なんかやっぱあそこら辺の時期からすごくまたさらに増えていったような気がしていて、たまんないですね。だからもう絶叫に近い叫びですよね、うん、そう、まあやっぱ武道館って どうしたってやっぱかなりこうシンボリックなものであるから、うん、それはまあね、そうだとは思うんだけど、あれはなんかすごくゾクッとしたな、そんだけこう待ってたって人もいるし、うん、そんだけずっと応援してきたからこそやっとの武道館っていう、多分同じずっと歩幅でやってきたから自分ごとの人の絶叫ですよね、うん、だしなんかスーパービーバーはやっぱりその、まあ、結構その渋谷が小説を書いてくれたりもしてるんだけど、うん、やっぱりなんかそのすごくこう一歩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 来てるバンドだと思うから、まあ、メジャーもクビになり自分たちで、うん、4人だけで始まったところからっていうのも知ってくださってる方もいるし、なんかそういうのもいろいろ含めて、あのビーバーがみたいな、なんかそこら辺の面白さみたいなのもきっとあるとは思うんだけど、だからこそ最近知ってくださった方ももっともっと楽しいことを一緒にしていけたらいいなっていうのはすごく思うかな。ちょっとこのセクションは最後なんですけども、はい、柳さんが今までライブを見てきたアーティストで、これ面白い、漠然としていて面白いんですよ、すごいと思ったアーティストすごいと思ったアーティストとかライブはまあいっぱいあると思うんだけどね考えたんです、この質問を頂戴して、はいはい、なんだろうなと思ったけど、はい、あの自分らのツアーの時に、新潟のロッツで呼んだユニゾンスクエアガーデンのライブやばかったね。へえ、ユニゾンやばかった。ずっとライブを見てて、楽屋に戻るのにメンバーそれぞれ全然違うところで見てたんだけど、はい、うわ 見合わせてやってるわっていう日ですよね。いや、やっぱね、シンプルにその技術というか演奏力の高さもそうだし、楽曲の素晴らしさもそうだし、そうだね、説明できる類のものじゃないけど、あの瞬間に、まあ、その俺らの時はそれ対バンという形だったけど、シンプルにすごくかっこいいライブを見させてもらってしまった、見てしまったっていう、見てしまったら、ただそこにはもうもはや俺らの場合悔しいとかっていう感覚も全くなかったんだけど、とにかくもう手を叩いて笑うぐらいすごかった。非常に充実したすごい時間で、時間ももう終わりの時間になっちゃってるんですけど、好きに喋りすぎました。あの今ちょうど僕また次の制作っていうか曲作り入ってて、どうもツアーモードから切り替えられなくて、どうしたもんかって状況だったんですけど、すごい制作のモチベーションも上がったし、すごい嬉しい日でした。こちらこそありがとうございます。でも最後にはなるんですけど、まあスーパービーバーもジャパニーズポップミュージックってまあご自身でも言われていて、で僕らもまあ、J-POP こそが至極だと、まあ、ロックロック言うけど、ロックである以前に J-POP じゃなきゃいけないって僕もいつも言ってるんですけど、柳さんにとっての、まあ、J-POP とはまた違うのか分かんないですけど、このジャパニーズポップミュージックっていうこの言葉を掲げてますけど、柳さんが考えるポップっていうと、まあ、イメージ形どんなものになるんですか。メンバーでも言ってるのはやむを得ない感、やむを得ないか、やっぱジャンルではないとは思っていて、表現の仕方でも、まあ、表現の仕方は人それぞれ、アーティストそれぞれにあると思うんだけど、うん、例えば街で流れてきた全然普段は聴かないようなジャンルの楽曲だったりとか、はい、知らなかったアーティストさんの楽曲を家に帰って口ずさんでることとか、やられちゃった瞬間ですね。あれはやっぱりポップミュージックたるゆえんだと俺は思っていて、スッと入ってくる、その気づいたらもう入られてるっていうが、まあ俺にとって、だしますビーバーにとって、スーパービーバーにとってのポップミュージックっていうのは、その形とかではなくて、やっぱそこのやむを得ない圧倒的な、まあ、グッドメロディーなのか声なのかわからないけれども、言葉なのか、そういった部分、やむを得ない感じっていうのが、はあ、覚えてしまったって思う楽曲、音楽はポップミュージックだと思っているかな。土足でずかずかと。でもそれも鍵を締め切ってたら多分土足でも入れないから、そう、 J-POP を愛してる人にしかやっぱり J-POP は入っていかないとは思うんでね。だから ポップを、ポップソングに耳が敏感な人の元にこう入っていくんだとは思いますけど、比較的ね。でもとはいえこうポップつって僕は大衆性だと思っていて、そうだね、鍵かけてる人の家にも入っていけるのが、そうそうそう、だから
普段はポップミュージックなんてってあえて言うけれども、そういう風に言っている人でも共通して歌える楽曲ってあったりするじゃん、うん、昔子供の頃聴いてた曲とか、うん、未だに残ってしまっている頭の中に残っているメロディーとか、はい、その破壊力たるやって思う、うん、やっぱそういったやっぱり今日明日だけ歌われる聴かれる曲じゃなくて、やっぱずっと残ってしまうようなやむを得ない感じっていうか、一回入ってきてずっと住み着いちゃってる感じのね、うん、そういうところにやっぱポップミュージックの魅力と強さをすごく感じてるかな、うん、じゃあ僕もテーマとしては本当に鍵がかかってる家でも土足でね上がっていきたいし、ずっとまあ一回好きになってもらえたらずっと居座り続けたいし、その人の中にやっぱりそれは、まあ、柳さんがビーバーでチャレンジしてることでもあるし、で数多くの曲でもうすでにやってきてることでもあるし、僕もすごくそれは思っていて、ポップスって枚数だとか、キャッチーさっていうものじゃなくて、うん、本当肌の近さというか、うん、あのすごい気の利く言葉をいくつ持ってるかだし、周りくどい話か言葉以外でどう人をこうポンポンだけで慰めてあげるかだと思うし、そういう懐の深さを、まあ、マカロニ鉛筆も今後ちょっと目指しながら、うん、ポップスまっしぐらでいきたいと思います、はい、初回のゲストはスーパービーバーのギター柳沢亮太さんをお迎えしました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。81.3 J-Wave Wow Music.